高速道路ナンバリングとは、高速道路に路線番号を付与し、道案内を行うシステム及び、路線番号案内標識の総称である。日本においては、法日外国人観光客の増加などに伴い、利用者に分かりやすい道案内のため、高規格幹線道路や地域高規格道路の一部などの高速道路に番号を付与している。ナンバリングは、未成区間、 自動車専用ではない区間にも含まれる。日本での高速道路ナンバリングに使用される高速道路番号、標識高速道路ナンバリング対象路線日本では2017年から高規格幹線道路やその他の重要な高速道路ネットワークを担う道路や環状道路に利用者への分かりやすい案内のためにナンバリングが実施されている。国内の高速道路の案内標識は 基本的なシステムが、名神高速道路の開通によって確立され、その後東名高速道路や中央自動車道の開通で改定されているが、この時すでに高速道路のネットワーク化を見据えて、路線番号を導入する必要性が提唱されている。2016年3月に、国土交通省は、高速道路に対して既存の路線名に加え、路線番号を付けると発表した。 日本を訪れる外国人が増加している中、外国人のドライバーからは日本の高速道はわかりにくいという声があったためで2020年の東京オリンピックパラリンピックを見据えたものである。そして同年4月8日から合計6回にわたり実施された高速道路ナンバリング検討委員会で高速道路ナンバリングの導入の具体的な内容が議論された。 その後議論を積み重ねた後の同年10月24日の高速道路ナンバリングの実現に向けた提言をもとに2017年2月14日に一部改正し施行された道路標識、区画線及び道路表示に関する命令でナンバリングの標識が新設され運用されている高速道路ナンバリング検討委員会は高速道路ナンバリングの導入に向けた具体の 検討を行うために設置され、全6回の委員会では、高速道路ナンバリングを取り巻く状況や、ナンバリングルールの検討、意見交換などが行われた。2016年10月24日に公開された、同委員会の取りまとめ、高速道路ナンバリングの実現に向けた提言や、それを要約した、高速道路ナンバリングの実現に向けた提言のポイントによると、このような提言がされている。 首都圏中央連絡自動車道上層インターチェンジ以上のような提言をもとに2017年2月14日に改正された道路標識区画線及び道路表示に関する命令で高速道路番号として標識が新設され運用が開始されたその後2017年2月26日の首都圏中央連絡自動車道境港がインターチェンジ筑波中央 IC の 開通時に日本で初めて高速道路ナンバリングの標識が設置された。ナンバリングの対象は高速自動車国道などで構成される高規格幹線道路と地域高規格道路などの高規格幹線道路などを保管し地域の道路ネットワークを担う道路、高規格幹線道路から主要な空港、港湾、観光地へのアクセス道路となる路線に加えて、 首都圏と名古屋県の環状道路も含まれる。都市高速道路にはすでにナンバリングが実施されているため対象にはならない。基本的な不満方法は以下の例に基づくが例外もある。また同じ路線でも区間ごとに番号が異なったり、逆に複数の路線へ同じ番号が割り当てられている場合もある。また、 国土交通省が読み方の違いなどによる混乱を避けるために読み方のガイドラインを制定している。E1 の場合、日本語で E1、英語で E1 や E56 の場合、E56、E56 であることなどが決められている。旭川門別自動車道園がある瀬戸瀬 IC。現在は、沿岸方面も通行可能高速道路ナンバリングの標識は、 主に利用者に向けての案内が必要な JCT や IC などの案内標識に路線名と路線番号が合わせて表示される。また、カーナビや地図での案内にも使用することが想定されている。高速道路ナンバリング標識の設置は、東京オリンピック、東京パラリンピックが開催される2020年までに効果が発揮できるようコストも考慮し、 計画的に標識の整備を行い、JCT 周辺などの経路選択や、東京オリンピックパラリンピック競技会場へのアクセスを考え効果的に標識を配置するとしている。道路標識においては、2017年3月11日の南九州西回り自動車道の高尾の北インターチェンジの大インターチェンジ開通時や、同月18日の京奈和自動車道の岩で寝頃、 IC 和歌山 JCT 開通時、同年4月30日の新名神高速道路、常用 JCT 八田京田辺ジャンクション開通時に設置されるなど、新規開通区間を中心に高速道路ナンバリングの設置が進み、2018年4月より、全都道府県で高速道路ナンバリングを使用した案内が開始されている。地図においては、2017年10月より、 国土地理院の地理院地図にて高速道路ナンバリングを表示しているほか、秋文社のツーリングマップル2019年版に路線番号を掲載している。1.2桁国道に並行その他の高規格幹線道路高規格幹線道路でない路線環状道路首都圏中央連絡自動車道を表す C4 一般自動車道路一般自動車道路は、 手導を意味するドライブウェイから取って D を頭につける。自動車専用ではない区間、当面活用区間などでは、自動車専用ではない区間を有し、125cc 以下の小型自動二輪車などの通行が許される。高速道路ナンバリング検討委員会は、高速道路ナンバリングの導入に際し不満方法や、デザイン、活用などの詳細を議論するために設置された。 政策研究大学院大学教授の家田人志を委員長に構成される。欧州自動車道路のナンバリング標識日本を除いた各国での高速道路ナンバリングはヨーロッパの国では比較的文字を囲んだような簡単なデザインが多いが、それ以外の国では象徴的なデザインが多い傾向にある。また欧州自動車道路のナンバリングは E30 の形で、 日本におけるナンバリング標識と非常に類似している。ドイツのナンバリング標識ドイツにおけるナンバリングでは、路線名は数字のみで、南北に通る道路には奇数を、東西に通る道路には偶数を不満しているのが特徴。幹線となる道路には一桁、それを保管する道路には2桁3桁の番号が不満される。標識には表示しないが高等では、 アウトバーンの頭文字から A3 などと表現し、一般国道を B5 などと表現し、わかりやすく区別している。標識の表示では数字を特徴的な形で囲んだデザインが使用されている。同様の方法がアメリカや韓国で採用されている。イギリスのおけるナンバリングでは、国道に並行する高速道路には、その国道番号と M をつけて M4 のようにする。 二桁番号は一桁路線の枝線扱いされ、M42 などとされる。標識は文字をくくっただけのデザインとなっている。フランスにおける高速道路でも同様の方式が使われている。アメリカにおけるナンバリングでは、南北に走る幹線には、西から東へ5.15,95と奇数を付与。東西に走る幹線には、10.20、90と偶数を付与。 感染のバイパスとなるルートなどは接続する感染に偶数をつけて3桁に、視線は接続する感染に奇数をつけて3桁とする。標識には象徴的なデザインが用いられている。これは戦術のドイツの高速道路などと同様の方法である。台湾における国が管理する高速道路は国道と正道に分かれる。行政上の管理の名称は国道が 高速航路、衝動が快速航路である。二者の違いについては台湾の国道の項を参照のこと。高速航路と快速航路の違いは標識の形を見れば一目瞭然だが国道のマークであっても3号港と8号は法律上快速航路である。これは道路交通法上の違いである。中国におけるナンバリングでは 一般道路と高速道路にも適用されている。一般道路は普通3桁である。高速道路の場合は道路の管理機関により国家高速道路、小級高速道路に分けられ、ナンバーの先頭には GS が付けられる。すべての線路は幹線、平行線路、連絡線路、都市環状線に分けられる。標識はヨーロッパと日本のデザインに似ている。 幹線の場合、首都放射線路は1桁、他の線路は2桁である。南北に走る幹線には、東から西駅数を付与し、東西に走る幹線には、北から南へ偶数を付与する。地区環状線は2桁で GQX になる。幹線の平行線路がある場合、幹線番号、平行線路の識別番号、2と X で4桁を付与する。 X のところは平行線路の数で1桁の数字1から入れる。感染は首都放射線路の場合、感染番号の前に例を入れて4桁になる。連絡線路が10線路を超える場合、識別番号が4になることは許される。連絡線路は感染につながる高速道路であり、ナンバーリングの規則は平行線路と同様であるが、識別番号だけ1に変える。 10線路を越えた場合、平行線路の識別番号が4になることができる。都市環状線は同じく4桁である。だが、識別番号は必ず例になる。感染番号は先に一番小さな2桁の感染番号を使い、同じ番号が出ることは禁じられる。首都放射線路だけにつながる場合、その首都放射線路の番号を使う。 小級高速道路は大体同じ規則を使うようである。ありがとうございます。